このゲームは98ではないですね。このゲームは98ではないです。だがトールは初期さん、浦谷志郎、ダイモン、クラーク、さあこれ俗には若い者を潰していくという意味、老害というチームで、いきなり八代がヤギ払いを踏んでいる。吹っ飛ばしに負け、画面端を追い込まれる。暴れ潰しの前にも刺さり、草薙が一気に20秒足らずで6割ほど離すが、さあよく見かけた投げを技も忘れました。さあ今度は動くな、これも技も忘れました。これだが並びにでもキャンセルはかからず、ここ投げうまい、もう一回投げ、さあお前あっち行け、あっち行けと随分せわしない草薙ですが、出てきたのはダイモンが中堅出てきた。ヤイバラを踏んで、先ほどからヤイバラの打ち方が非常にうまい。さあこの這い出しで突貫する、じゃんなんか立ち振ったばしが出ちゃってたが、お構いなし。さあ NC のね、極大なあっち行きもやるが、ここは投げる、置き攻めを後転して後ろからやるもきっちりやっている。屈伸をして、ここはガーキャンたまらず出す。75式スカル、もう一回 D 投げ。さあたまらずガーキャンをして中央に行きたい、ここはハイ出しで当てる。だが吹っ飛ばしが刺さる。なんか展開が速くなってきたぞ。もうお互いがインファイトから一気に距離を取ったりと、これ結構実況泣かせ入ってはいるが、まだ踏んでしまう。前に決まり、ここにほら出す。あーっと、初期さん、初期さん、肩を洗ったら倒せた。これは大きいです、そこ、超大きいです。さあ、あーと言っているが、やっぱり、受け身、本当に当てに、無敵ないです、13の EX ぐらいです。まだ出なげ、奈落が薄いから決まらず、さあ、吹っ飛ばしが非常に上がっている、かなりの回数上がっている、まだ投げる。ナルデさん、そんなにツアポイントを生かしちゃうのか。もうしゃがしが出れば強いです、爆発的な、こうなったら勝っている方、何やってもいい、でもここでふざけんなよと、本気の投手がやるのうちに、さあ、クラークの左足が草薙の股関節を踏みつけて、追い打ちをかけている、あ、同じ色をしているが、ちょっと日に焼けているのが、今日一、いきなり本音が刺さる。しゃがり75しかがめんけ、またこの投げ、目が来た、中段に入り、バックステイ、入ると、もう一回やる、スカル、よくありました、あれ、ほんと難しいんです、少しでも簡単にならない、立ち上がりのうちに、置き攻めがなく、後ろ回って、禁止はしっかりガード、さあ、食さんの方も、ダッシュ投げが来ると思ったら、しゃがりをしっかりガードして。ちょっと流れが変わりつつあるか、ここでやり払い、草薙とは温度の差がある、ゴツンとスーパーな追い打ちが決まらない、決まらない、ナルデさんも連勝、あ、ここでそしてか、ナルデさんは変わらずのメンツ、キャプさんが今日クリス、いわゆる先週もこんなチームでしたね。そうですね、キャプさんはなんかもうここでも早い登場なんじゃないかっていうぐらいの、そうなんですよ、イメージがね、俺サラバっていうイメージすげえつまうから、はい、さあここは注目の一戦、寄り対草薙、まあ98っぽい、おっとジャンプシームめくるかと思ったらしゃがみがちょっと低かったんですかね、うわー、うわー、激しい、だが今度は後ろ向きのまま、さあジャンプシーンしっかりめくっているが、ちょっとミスるか、なんでジャンプシーンでめくれんすかね、あれあんなに、確かにキャプさんうまいですよね、あそこのうますぎるんですよね、さあガクラも近い、ここはエンディでガクラ、エンディでガクラするが、あれはなんでないかな、さあしっかりと払う、あれ、チョキ何でしたっけ、名前全然わかんないっす、なんかワシャ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 みたいな感じっすよね、あれ
サクツマ、あ、サクツマックスか。あ、オルホムラって、あ、サクツマか、通称。あ、救急にあったんでしたっけ。救急にありましたね。なんか屋根払いスパキャン、サクツマって、あ、昔やってました。あった、そうだそうだ。さあ、続いては京一。うわー、 D 投げミスか。これは痛い。94や95と違ってジャッキを蹴るからもできません。だが草薙の貯金もあり、イオリはほとんど満身創痍。そのため京一が何度か勝つ。なんか今日黒いっぱい見てるんですけど、今日が出てきたの2回目ぐらいじゃないですかね。確かに俊也さんが使ったぐらい。そうですね。京一がなんか頑張ってきたが、それを覆すかのごとくの鬼焼き。おーっと、ここは2つ。これはコンボに行けず、これは行く。さあ、これは大盤コンボ。大盤コンボ、大盤様全然やってないのにも定着しちゃいましたからね、名前が、はい、さあ大盤コンボきっちり決め、ほぼ体力5割ぐらい、5割以上残ってるわ。さあ開幕レッドで突っ込んで、さあしっかりガードしている。うわ、割り込む。確かキャップさん興味結構使ってましたよね。ああ、興味も使ってましたね。はい、だからなんかネタとかそういうのも結構知ってるのかな。だけど火力はやっぱ高い。いやー、思ってたが75式繋がらず。ジャパンしてめくりはガードしたが、しゃがみ見て暴れている。さあ強に3ゲージあれば本当は致死量になりますからね。危ないですね。危ないですね、これ。出てきたのは魂キャラのクリスが。さあお互いほぼゲージはまあ十分といったところ。てかこのキャップさんがスタンプ1回打つためにすげえプレッシャーかかる。うわあ、が決まればまさか行くんじゃないか。死ぬのか。死んだ、これ死んだ、減った、これ全国の強烈感があることだだあ、ちょっとサーティンっぽい終わり方でした、ね、かなりサーティンっぽい。で、あとはとんかつさん、プディさん、YD さん、あと今エントリーしたフェイトさんがいる。じゃあ、スワルは YD さん、 YD さん。あれ、この2人ってもうやり飽きてんじゃないですかね。確かに、ここに来て。じゃあ、では始めてください。YD さんは相手のキャラも見ずに歪みない普通のチーム構成。なんかマチャーとか使った気がするんですけどね。そうですね、そうですよ。今回はガチ。いや、初期さん、今回は私がちょっとサーターアンダギーいただきます。はい、了解です。あ、じゃあ、今終わったキャップさんに実況を止めておきましょう。さあ、ここでワンコンボ刺して一気に追い詰めるのはなると、ここはパラスしかない。何かとシャンフェイのエンディが相打ちになる。さあ、ここからジャンプ飛ばしが刺さり、さあゼロゲージでちょっとハイデルンが出てしまうのがちょっともったいないか。さあ、ここはうまく着地に中断。しかし、ナオトさんの75式に引っかかってしまい、さあ中段をガードしている。さあ、しかし有効な返しがないのか。おろし投げまで食らって、さあ吸い取る連打早っ。さあ、しかしまだ吸い取る。しかしナオトさんの連打は早い。まだ吸い取る。体力が欲しい。さあ投げ外して変な打ちになる。さあ、かなり荒れた展開。激しい。どんだけ吸ってんだ。さあ、ワイルダー満面の笑み。すごいな、展開がやばいだろこれ。さあ、アイデン使いの意地が垣間見える。
あ、フォア側キャンセンから投げて、さあ逆に出ている、投げ外して、さあちょうど止まる、いやー、ヘルフォーのルートを選択している。しっかりスパキャンまで、あの状況でダメージの高い方を選択している。そして最後も絶妙なジャンプディ、ワンボン。さあゲージはゼロだが、ここの結果次第ではといったところか。さあ遠心落ちしてスイート、さあノリノリファイリーアイドル完全に乗っている。さあ中段をガードして、まだわからないぞ。さあ歩いて釣る、今の禁止がつながっていれば勝負あったが、さあ内容外す、さあくぐって足払いして、ここはもう打つしかなかった。あー、最後は悪意のある中段フェニッシュ。さあ YG さんの黒い部分が今とりあえず垣間見えましたね。今の試合見て思ったの、自家発電でタグついてもいいんじゃないですかね。確かに。さあここで、あと残っているのは、フェイトシンとプリンさんだけかな。あととんかつさんですかね。あ、とんかつさんもいるか。とんかつさんは今どこにいるんだ。いない。じゃあフェイトシーンは行きます。どれもらえもう。あ、サータンだけうまいっすね。いや最高ですね。はい、本当皆さんありがとうございます。はい、それでは始めてください。1PYD2P フェイト。さあちょっと YD さんも年配なんで、あのレバーガチャで結構疲れてるんじゃないでしょうかね。あれフェイスさん、レインマル、ね、ベニーマルとシャンフェイが、いや1ラウンドだが、なんかお互い攻め隠れてる。ここは稲妻。あれフェイトシンがベニーマルっていうのはベニーマルっすね。あんまり見ない、見たことないっすね。まあバイスとかイオリですよね。そうですよね、確か。そうだ、イオリだって。さあここはうまく釣る、ここは痛い。あれが YG さんの得意技、曲が早い展開での中で釣りを混ぜていくっていうのが、あれとあとジャンプを出してくぐって足払いっていうのが、ワイリーさんすごい上手いですよね。おっとナンパは京に焼き、おお、ここはさあ今のも結果的にはちょっと釣られた形になってしまう。これは一気に乗ってしまった。めくってめくって、おいしい。残りワンドット。たまらずここはおにやき。下段もしっかりガードして。今日が厳しい。残すのはジョンフンしかいない。さあうまく引っ掛けて、ここは大事にいきたい。それを打ち砕く吹っ飛ばしが回ったやってしまったな。本当に釣りコードがうまい。さあ俺は吐いてるんだけじゃねえんだと、ちゃんと意思表示をしている。しっかりしっかりと意思表示してる。ジョン・フンも何度かこのシャンフェイを倒してゲージを残したままいきたいが、うわくぐっての金利、逃げんのほうやりたい放題。最後はダッシュに垂直ジャンプし、 ID さんが止まらない。とあとはとんかつさんとプリさんで終わりですね、という状況ですが、
あとはとんかつさんとプリーさんですね、の残ってるのが。じゃあ、プリーさんがプレイしてるので先にとんかつさんが行きます。先週かなり連勝を重ねたとんかつさん。先週いなかったフォクシーがいきなり入る。あ、そしてマイが入る。バイスをなくしてフォクシーを入れる。使ってる人たちはいるけどなかなか見ないような組み合わせですね。そうですね、これはいきなり人間の力が入り、いやーこれはもうたまらず、もう抜け出す強気の行動。さあ全体的な時間3分の1過ぎたところでフォークシーが 9.99 割減らされている。あー冷たい。さあ ID さんのシャンフェイが一気にエンジンついてきた。マイちゃんがなんとか止めておきた。おっと翻弄する、だが投げられる。あれ未来化挑戦ってあれ今の MB 確定ですかね。あ、あれって反撃受ける場所あるんですかね。なんかなさそうなイメージがあるんですけどね、刺さってたからどうだろうと思って。お互いなんか早いキャラだから本当展開も早い。そうですね、お互いもう自分のペースに持っていきたいキャラですからね。そうですよね。しかもなんかお互い早いから攻撃が空振り合ってますねこれ。はい、確かに。おー、リオンも決まる。おー、とんかつさんの方が幾分リードはしているが YD さんもまだ初手キャラ。ここはもう時間切れまで逃げたいが、さあここはタイムアップでなんとかとんかつさんが取り返す。さあゲージの方も4ゲージ溜まったんでちょっとは盛り返しては来たとは思うんですが、ハイドには2ゲージあればあのコンボがあるんで。そうですね、これはちょっととんかつさんがやりづらそう。これはやりづらい。ここはガーキャンス払う。さあ嫌でも画面端から逃したくないか。さあ YD さんしっかりガード、流煙部で固めていく。いやーここは刺さる、ハマるし強制ダウン、全部重ね。おーっとまたここで減った、自制する。いい感じにかなりいったんですけどね。いやー、2発目が見送られている。後ろ見てた。おお刺さる、これはでかい。ここで大将戦かな。そうです、裏たくまが出てきて大将戦。ゲージ差、町はリードだからなんか球の打ち合いだけだとタクマの方に分がありそうですけど、ここは1ゲージの方で払う。俺は逃げたいタクマ。いやー逃がしてくれない。あー自分から行ってしまった。行ってきますよ、帰れない。コロ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 している。コロコロする。ここでなんとか逃げる。だが体力は減った。あれ？はい。ヒエシプ客。逃げようと思ったところにヒエシプ客が出ちゃった。前転、前転に。前転か。なるほど。さあここはとんかつさんが勝ち、プリーさんで最後かな。プリーさんだけですね。はい、意外に2時間と久々の長丁場でしたが、はい、そうですね、結局30人ぐらいいますよね、出あさってますからね。まあ出てない方も含めるとだいぶ、あ確かに
何人かいらっしゃいますからね。なんかプリーさんだかキューさんだか見分けがつかないような。確かになんか最近クラーク使ってるみたいですけど。ああなるほど、はい、さあ開幕あゆちからスタート。いきなり素晴らしい火花がこれ刺さる。さあしかしこれ多分うわーすごい受けた荒れている。おっと屈伸で投げは当たらず。これ多分クラークだいぶしんどいと思うんですよね。ああ確かに、まあ、先方だと、まあ、特に近づいても勝負仕掛けるっていうか喧嘩プレスしかない感じだと思うんですけど、だから本当この 3,4 キャラ離れた、まあ、俗に中間距離みたいのが辛そうですね。ですねおっとしっかり見せた。高天井でアルゼンチンなんか今しゃがみの選手が当たったの。おっとおっといざこざがありギリギリまだガードポーズを取れてしまう状況だった。中堅がネームレス。スライディングでゲージこそ溜めていく。オーバー勝利だがチリガード禁止勝利を決めネームレスが取り返す。で中堅マイとネームレス乱れか挑戦が乱れている。すごい橋の固めがうまい。さあかなりうまいですね。かなりうまいですね。ここは勝利で切り返す。さあブリさんもガン嫌いおさあガクラが近い寸前。さあバクステナラクがなぜか決まる。バッケン開始。これもまた前側は早くガクラ持っていきたいけどネームレスはちゃんと勝利を持ってるんで行きづらい。そうですね。そうです。おしかしうまくなんか常にガクラのプレッシャーを保ちつつ、ね、トンカツさん勝利。これ大将ひなこもっとプレッシャーかかるキャラが来ましたね、はい、大将ひなこゲージがあるから怖すぎる。しかしこれは多分近づくまでだいぶかなり辛そうするこれ。ひなこ側がだいぶ大変だと思うんですよね。とんかつさんの方も無理はせず、富士さんもなんか課長戦結構ショージャンみたいなのを受けてしっかりは。そうですね、受けてますね。さあ、うまい、うまいもの。しっかり人確認している。お前が。さあ、ここはもう行かなければならないが、もう体力がない。あっち。マックスが出なかったか。あっと。さあ、最後は冷たく。NA 決めて勝ったのはトンカツさん。トンカツさん決め。できればトンカツさんに一言欲しいです。ホクシーとは何だったのかまあまあ最初はでした。確かに最初追い詰められちゃったのがね、まあ、ホクシーはあしかし素晴らしい前でしたね。はい、というわけで、まあ、本日ちょっと長かったですが、終わりたいと思います。第92回、KF02M 紅白戦越えで終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。遠方の方もありがとうございました。